はい、そして第2弾、今ですね、車を洗って拭き上げてで、中もパパパって片付けてでやったところです。ホイールも洗ってね、で、綺麗になったところですね。まあ、ホイールがダサいんでちょっと交換したいですけど、コーティングもバリバリ効いてますね。さてと、やりますか。完成具合を見てね。拭き上げはこいつでいいか。よいしょっと。もう汗でびしゃびしゃ。もう11時ですよ、11時。明日5時に起きんといかんのに。で、拭き上げ終わって片付けて、で、ここ出て12時。で、シャワー浴びて、で、着替えて2回行って、で、ちょっと YouTube 見て、で、やると、まあ、今日寝るのは1時ぐらいかな。で、明日は大好きなツーリングですからね、ツーリング。バイクはいいよ、バイクは。バイクはね、最高にいい。はあ、これで少しでも傷が取れとりゃいいんですけどね。だいたい傷取る時って力入れると思ってるよりも取れないんですよね。余計にこの ひどくなっとるっていうかね、そういう傾向があるんで。で、僕は先にこうやってナット周りからこの綿みたいなコットン、綿っていうかめちゃくちゃ柔らかいコットンね、柔らかくて傷がつきにくくて、で滑りやすいコットン、まあ研磨剤と噛み合うようなコットンね、こういうね。で、僕は先にこれをコットンを2枚押し当てて、で、先にまあ余分な研磨剤を取るのがまあやり方ですね。そう、なんでこんなことするって？まあ単純に傷つけたくないからですよ。そう、やっぱり研磨剤を多く拭き取ればそれが絡まってやっぱり擦り傷になったりするもんで、まあ別に擦り傷になってもいいんですけどね、別に僕は。なんでかっていうのはこういう時に取りゃいいから、いずれ取りゃいいから。だからもう磨く時なんか あれですよ、研磨剤じゃなくて擦り傷を気にしながらこう磨いとるっていう、そういう感覚はない。そう、どっちかっていうとまあなんていうの、もうほんと自分らしく男らしく大雑把にドドンダダンピュンって吹き上げて、まあ終了でですかね。ただ僕は
定番的にサンド拭きっていうのをやる。そう、あんまり今までの YouTube じゃ言ったことないんですけど、サンド拭きっていうのをやりますよ。あんまり教えたくなかったけど、これでも全然違いが出る。輝きの、だからなんちゅうの、全然知らない人間とか、まああの名古屋校よく聞いてくれとる人とか、愛知静岡三重の人だったら多分僕のホイールは見たことあると思うんですけど、もうみんなが口揃えて言うのは別格って言いますね。ホイールの綺麗さは本当に別格すぎるってみんな言ってくれますね。まあ冗談なのか本気なのかは分かんないですけど、そう、ただやっぱり普通に輝かすだけだったら、単純な話誰でも できるんで、ちょっとあの裏工作的なやつをちょっと混ぜると、うん、ちょっといいかもしれない。そうそう、これがね、日に当たるとどえらい輝きますよ。で、これで2度拭きじゃん。で、3度目にこのジェット。ジェットで売られとるやつね。これ。これやるとね、全然違う。もう、ほんと、滑りもすごいし、もう拭き残しせずに拭き上げができるから、もう全然違う。でもこれここまでやっとってね、あさって雨とか言っとったしね、あさって雨っちゅうか、なんちゅうか、来週愛知県はもう全部雨曇りばっかりっていう話ですね。うん。だから僕ホール磨きは特に皆さんと変わったことは何一つやってませんね。ただ本当に綺麗になりたかったら、なりたかったら、間違いなくうちを使った方がいい。あとはアフターサービスがあるんで、わからないことは聞いてくれれば全てお答えしますよ、僕の知ってる限りでは。よし、これでわかるかな、違いが。うん、傷取れてるね、かなり。これピースピースすごいでしょ。本当のこれが鏡面の上の上の上を行く輝き方ですね。うん、どうですか、離れてみるとわかるのかな。これでもまだ僕の中では仕上がってはないですからね。これ
まだ仕上げじゃない、これは。これは準仕上げ、中仕上げっていうんですかぐらいですね。でもこれぐらいで多分普通に走っとったらみんな見るレベル、うん、あれすげえ、このホイールすげえっていう レベルぐらい。でも自分の中ではまだ全然60点ぐらいかな。うん、でこれね、これ100均ダイソー80枚入っとる。しかも2パックで100円、安い。でこういうふわふわのやつね、こういう、そう、注射打つ時の綿みたいなやつ。これで僕は最初こう周りを取っちゃう、うん、周りをね。こんなこと別に話さなくたってみんな知ってると思うんだけど、まあとりあえず知らない人のために、これからホイール磨いてきますとかね、綺麗にしたいと思いますっていう人のために、で必ずこの力を入れないでくださいね。そう、こんなことやっとったらあれなの、これ終わるのが12時かも。2時ぐらいに寝て3時間寝てツーリングか、ツーリングはもう絶対行く方ね。そしたらたまにこうやってひっくり返して、意外に全然取れてないんですよ。こんなんでいいんですよ。あの3回磨くにはこれ意味があって、まあ説明しなくても分かりますわね。なんであえてこの生地でやってるかっていうことを知ってくださいよ。一発目になんでこの生地で磨くかっていうことを考えてくださいよ。おいしょ、そうしたら分かりますよ。なんで一発目にこの生地で磨くかっていうことは、でこの穴も綺麗にして、おさもう OK じゃないですか、これは。そうしたら2回目にこのウエスでも、これ通常のウエスじゃなくて、わかるかな、これこのサラサラの、なんで2回目にこれで拭き上げるかってことを考えてください。そう、なんで2回目にこれで磨き上げるかっていうことを考えれば、必然と答えは出てきますわね。これを言うとね、またね、僕以外の研磨剤売っとるやつらがね、この動画を見てね、あの俺と同じことを言うんですよ。どっかのやつみたいに、お前だ今見てるだろバカ野郎が、知っとるんだぞこっちは。そう、よいしょ、まあいいけど別に甘いませんよ僕は。まあ結局磨きも大事だけど、やっぱり拭き上げも大事。うん、拭き上げも大事だよ。
これで傷が取れとればいいんですけどね。うん、よいしょ。これピー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 虫が鳴っとるけど、うるさいのかな、この動画上ではね。えちょっと気になったりしてね。でこれで2回目の吹き上げはおしまい。最後に仕上げ、なぜこの生地で吹き上げるのか、なぜこの生地が最後に3回目にこの生地で吹き上げるのかっていうことを考えれば、必然的に答えは出てきます。あーちょっとね、眠たくなってきたよ。でもこいつはやらんといかん。そしてみんながこの仕上がりを見たいと思うんで、てっぺんはね、いっそ透明率が増す研磨剤ですから、やっぱりアルミ本来の色合いにしてくれるから、うん、こいつは結構ねいいと思う、てっぺんは。でもなんかあれだね、 TikTok とか見とると黒光っていうのになりたいとか言う人がおりますね。ちょっと聞いていいですか、黒光って何ですか。黒く輝くっていうことですか。っていうことだよね、やっぱり。うん、そんなんやる方法あるのかな。確かなんとかっていう YouTuber も言っとったな、黒光に なりますってね。うちの研磨剤は黒光。じゃあ黒い研磨剤っていうことか。うんうんうん、まあまあ50点かな、これ40点50点かな。うん、よいしょ、もう帰りたい、汗だく、シャワーも入りたいし、さあさあ見ようどんな感じでしょうか。暑い、めちゃくちゃ暑い、汗だーだーにかいとる。このぬるっとした感じがいいでしょう、このぬるっとした感じ、これぬるっとした感じ、ぬるっとした感じ、ぬるっとした感じ、どう？離れて見てもぬるっとした感じ、いいでしょう、完璧でしょう、これとりあえず現段階では完璧と言っときましょう。現段階では俺はこの上を行く。あれぐらいだと多分誰でもできるレベルだもんね。うん、やっぱりホール磨き、ホール磨き宇宙一のこの俺はやっぱり全てを超えてかんていかんで、みんなのためにも、みんなのためにも
うちの製品も使ってくれてる人のためにも、やっぱりあれだの、宇宙一を目指さんというかんね、やるからには徹底的に、やるからには宇宙一を、宇宙二じゃ意味がない。そうだよ、物事なんか全部そうだって。そう、2位とか3位なんて100位と一緒。そう、1位じゃなきゃ意味がない。まあまあ結果を言っちまえよね、結果を言っちまえば、まあ当然ね、1位じゃないと意味がないっていうふうになっちゃうけど、結果にこだわってる人間、結果が全てだっていう人間はまあみんなそうだよね。1位じゃなきゃ意味がないと。2位3位なんてベリーと同じだぐらいのことを言うけど、でも本当はそうじゃないんだよね。本当は結果も大事だけど、何よりもその努力したかどうかっちゅう問題だよね。うん、そう、俗に人間ってまあ4つのパターンがあると思うだよね、俺は。うん、例えば一つのことを得るためにね、うん、努力してその一つのものを手に入れた。で、努力したけど一つのものを手に入れられなかった。で、三つ目四つ目今から言うよ。努力しなかったけど一つのものを手に入れれた。努力しなかったけど当然手に入れることもできなかった。うん、じゃあこの中で何が一番大事かっていうものは4つのうち2つあると思う。2つ、努力したけど手に入れた、努力したけど手に入れれなかった。どれが一番大事って言ったら、やっぱり努力したっていうことが大事なんだよ。だから結果っていうのは、まあ本当結果は結果だよね、結果が全てなんだろうけど、でも一番大事なのはやっぱり努力したか してこなかったか、一つのものを手に入れるために。そう、そこが一番大事かな、俺は。うん、だから結局この今撮っとる YouTube だってそうだよね。うん、リコとウルミちゃんをね、食べさすためにこうやって YouTube やって、商品が売れるためによりいいものを出して、でそれが売れるようにこう YouTube を撮って、これも努力の一つだよね。これで研磨剤が売れなかったとしても何かをやりきったっていう、そういう経験がね必要。そう、何かやるときに何でもかんでもケツ割ったケツ割った三日坊主、はい、できなかったって、そういうのは、ね、一番ダメなパターン。うん、やっぱり人間努力だよ。さすがに血を吐くほどの努力をしろとは俺は言わんけど、でもまあ単純に言えばさ、まあこの YouTube でも散々話してきたけど、俺結婚した時に小遣いが3万円だったんだよね、1ヶ月で。も3万円ってぶっちゃけ何もできんじゃん。バイクも買えんし、趣味もできんし、まあお酒ぐらいだよね、自由に
飲んだり食ったりできるって、お酒とちょっとしたつまみぐらいだよね。でも子供が一人生まれた時に小遣い3万円が2万円になったんだよ。これから金かかるでっていうことで、でそっからさらに1年後ぐらいにもう一人生まれたんだよね。息子が、娘が生まれて息子が生まれてっていう感じでさ、そうした時に小遣いが1万円になったんだよ。3万円が1万円になったんだよ。で俺的には別に良かったんだけど、まあできることだったら子供もう一人ね欲しかったけど、でもまあ それは叶わなかったんだけど、子供3人できてね、小遣いゼロの 方が良かったんだけど、で結局月1万円の小遣いじゃ何もできんわけじゃん。だから俺はそのバイトをやったわけじゃん。でバイトを始めるときに日曜日だけのバイトって基本ダメなんだよね。だから土日、だから働いとった仕事も、そこを辞めて転職した時も基本土日は休みたいっていう話をして、でまあバイトやっとったよね10年。それはやっぱりお金が欲しかったからやった。そうだから仕事もね、夜9時ぐらいまでやった、夜8時9時までやったらもうそのままバイトの職場まで行って、で夜10時から次の日の朝10時まで12時間働いて、でそれをね、あの金曜日の夜やって土曜日終わるじゃん。そうしたら土曜日の夜10時から日曜日の夜10時までまた働くわけじゃん。そうしたらね、日曜日の夜10時に出てきて、で月曜日のその行くところによって例えば5時出発とかさ、6時出発とかね、昼出発とかまああるわけじゃん。で5時出発だったらさ、4時頃早退してさ、その働いとったバイト先を、で4時に早退するもんでさ、そこでもう速攻でシャワー浴びてさ、で作業着に着替えてさ、でもうそのままバイト行ってさ、だもんで月曜日はもう仕事終わるまでオールナイトだよね。オールナイトで仕事してさ、まあそれは待機時間とか休憩時間は寝とったけど、10分でも寝る時間があるように寝とったけど、でそんな困難をやっとって、で大型連休は全部出勤して、でなんだで、まあ、仕事が早く終わった時にはバイト行ってっていう感じで、1年でまあ約200万ぐらい稼いどったんだよね。200万ぐらい、だいたい150万から200万ぐらい、平均170、180万ぐらい、そう稼いどって、でまあ1年で2日だけ休みもらったのかな、2日から3日ぐらい休みもらって、あとはもう全部本職のそのトレーラー乗ってね、で休みの日はバイト行ってね、でそれを俺は10年やったね。10年やってまあだいたいまあ手取りでだいたい1000、まあ結局細かな数字合わすと分からんけど、まあおおよそだよ、おおよそでだいたいまあ1700、800から2000万ぐらい稼いだわね。でそれで約2000万ぐらい稼いだのを、そのね、俺ものすごく腰が悪かったんだよね。そうで腰が悪くてさ、そのいろんな病院行ったり整体行ったり接骨院行ったり針行ったり注射行ったりして、でそういうところ行きまくったけど、
腰痛が治らんかったんだよ。なので誰かにやってもらって治してもらうっていうのはもう絶対無理だと思って、もう腰痛とか肩の痛み、首の痛み、頭痛っていうのは誰かに治してもらうものじゃなくて自分で治していくっていう考え方になって、でまあとりあえずいろんなところ行ってね、100万150万ぐらい使ったけど結局治らなくて、で整体を習いに行ったんだよね、千葉県緑区にある有名なところに。そこを100万円払って整体習って、でまあ自分の腰を自分で直して、そう、自分で自分はやれんじゃんって言うけど、そのやれることがあるわけだから、勉強してね、うん、解剖学とかね勉強してね、筋肉の勉強とかして、で腰痛を治して、でその後整体院やりたいなと思って、で東京の神田にカイロプラティックスを習い行って、で それが50万、最初の千葉が100万で、マーケティングとかなんだかんだでもうまあ30万ぐらい使って、結局交通費なんだかんだ合わせると200万ぐらい使ってね、でそれで整体院もやったけど、だけど整体院もなんかさ、すごいクレーム入れる人とかさ、結局良くなったけど治ったわけじゃない、ああだこうだって散々文句言われたもんね、もう整体なんかやっとるかと思ってね、で潰して、でそこから投資とかの勉強とかしてね、投資とか風俗とか不動産とかね、いろいろ勉強してね、でその稼いだ2000万でね、いろいろコンサル受けたりなんだかんだやってね、うん、でまあこれ傷か、これ磨き傷か、拭き残しか、拭き残しか、拭き残しだったな、どう、綺麗じゃないですか、いいじゃん。